はい、オリジナル新企画です。多分調べたんですけど、YouTube ではこの手法をやってる人多分いないっぽいので、タイトル通り、これ録音してからタイトル決めるんで、録画してからタイトル決めるんで、あれ、変わるかもしれないですけど、世界初ということで、YouTube でそのゲームをするっていう、ものなんですけども、僕は、これ、他の人もし言ったらパクリと思われちゃう場合もあるんですけど、僕は一応独自で考えました。2021年4月8ですね。8日。で、進め方説明になるんですけども、ゲームということで、昔ゲームブックっていうのがあったんですけど、今で言うとかまいたちのみたいなサウンドノベルなんですけど、それで、進んでいくと、物語を進めていくと選択肢が出るので、で、やり方としてはその選択肢、一応この後作っていくんですけど、まだイメージしかないんですけど、その物語を進めて、その選択肢を出すが出るわけなんですよ。それを、例えば、上に行く、下に行くみたいな選択肢があった場合、2つとか3つ選択肢を出すんですけど、それを、あなたがこの見ている、あなたが決めて、そのリンク、非公開動画にしてるんですけど、そのリンクをの動画を作っておいて、そのリンクを貼っておくので、それに従って、例えば A、B とあった場合、 A を選んだ場合、その A のリンクの方に行くと、その動画に飛んで、話が進んでいくと。失敗した場合はゲームオーバーになったりとか、悪い方向に進んでいくという、そんな説明です。言葉で言っちゃったんで、進め方説明ってこのボードでやってますけど、理解してください。そんな感じです。で、ハッピーゲームになればいいなというお話ですね。そんなやり方です。なので、ミスった場合はまたこの動画に戻ってきて、非公開の、限定公開ですね。限定公開の動画にしているので、もう一回やり直して、またそれを見るということになります。今回もまたアドリブ的な感じでやってるんで、何言ってるかよくわかんないんですけど、とにかくそういうことです。まとめて言うと、物語を読んで、選択肢を決めて、そのどっちかの、限定公開動画のリンクに、概要欄に貼っておくので、そこにリンクして物語を進めていくと。で、次のその動画にも、リンクがまた当てられているので進んでいくというサウンドノベルというかゲームブック形式のゲームです。というわけで物語を考えたので、ちょっと半分アドリブなんですけども、やってみてください。RPG 超大作ロマンシングファイナルドラゴン。あなたは伝説の勇者だ。囚われた姫を助け出し、魔王をやっつけろ。A、初めからやる人は A。続きから、セーブデータがあるので、レベル99で、最強装備。で、レアアイテムも、苦労して全部取ったセーブデータの続きからやりたい方は B。というわけで、最初なので説明しますが、この、初めからやりたい人は、A のリンク。続きからの最強でセーブデータでやりたい方は B。そちらのリンクに進んでください。